結局や後輩のチューブを持つ時が来るか。 OK 行きまーす。あ、もう行きます。おっす。はい、3分後いくよ。3分後自信はないよ、ね、ない山本学園では何番打つ？3番です。3番打つだろ。もう当たらない。当たらない。当たらない。分かりました。ある。はい、大根さんだよ。はい、レシーブぞ。はい、いや、めっちゃ緊張しました。はい、いや、でもまあなんかこんなにお客さんもいて投げるの楽しみですけど、まあ緊張します。緊張して飯食えないって言ったんで、あともう一杯いかせます。 あともう一杯いけ。もうシェイクしてやるから。フルーツポーク。あ、作ってもらいました。作った僕が。いただけ。それあと2杯くらいして。ちょっと待って、増えてます。増えてます。え、ここで行けちゃう。行け、行けや、もう。だって今日食べとかと、明日もっと食べる。そうだよ。いや、もうなんか、まあそうなんですけど、ね、割り切れるかもしれない、明日の
たいな。これ全然進んでない。お前いやマジでいや本当に食べれないの。結構初めてなんですけど。10分前からこれじゃん。いいよ喋りすぎ。元気じゃんまあ喋れてる。まだ。じゃあ大丈夫。さすがに天井が食べれない。らしいよ。マジで。早っ。いや。あの電話来てから喋れないだし。え何の電話来てから。あごめんなさい。支配下の電話よかった食べてるんですけどちょっと普段よりも食べれないっていうあ普通にここ2日ぐらい、ちょっとヤバいなマジっすかちょっと早いです早いんですけどマジで初めてです食べられないこと食べれなくらい うまいまあ、美味しい世界は世界にしかなれないそうだよ外外す言いたいね言いたいね外外すお前さ、声がでかいよびっくりした2杯目行くはいいけるいけるいけるすげえわ。緊張で全然飯食えてないって聞いたんだけど大丈夫ですか？昨日はやばかった。今日めっちゃ食べれます。いいよ。はい、それではお願いいたします。一番初登板を高い前日に迎えた新曲に。いや、本当にすごく。イメージしただけで緊張します緊張って結構もともとするタイプかもともと結構緊張するタイプなので、まあ、そこは緊張していこうかなって今までで一番緊張したことって覚えてますか今までいやまあこういう初めての試合とかは結構緊張してたかなと思いますいやまあこういう感じなんだみたいなちょっと初めてなんではいまあ、いろんな経験ができてますそうですね、まあ、昨日しっかり寝れたんで今日も、まあ、ちゃんと寝れるようにします、まあ、緊張すると思うので、まあ、そこはいつも通りやってって思いっきり今持っている自分の力を出せればなと思います。はいはい。え先発ですか。はい。はいはい。ありがとうございます。はい、失礼します上がるけど高すぎかなみたいなとかもちょっと予想はしたんですけど、うん、さっき西口さんに言われたの当たり前だろって先発ですかって言ったあ、そういうことね、はい、こう思いっきり腕振って投げてこいよというふうに言われましたまず、菅井先発、初登板、よろしくお願いします。以上、行きましょう。早め早めだからね、中継ぎはね、しっかり準備して、頑張りましょう。そうですね、まあ、育成から上がってすぐ。初先発、初登板というところでね、緊張感もあるだろうし、もうとにかくマウンドに上がったら、打てるもんなら打ってみろ、もうこれがもうベースにあって、あとはもうキャッチャーとのコミュニケーション取りながら、タイバーってどうやってやっていくのかなっていうのは、もう我々としてはもう楽しみ以外何もないというところと、彼をこの地で投げさせるって選んだからにはね、自信を持って、送り出したいと思ってますんで、まあ、菅井には、この、育成からやってきたことをね思い存分今日発揮してもらえればと思いますはい、以上ですはい、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 
勝たせられるように頑張りたいです。最初フォアボールとか、まあ、ボール先行で本当にあんまり、まあ、良くなかったんですけど、3回、4回、5回ぐらいから、まあゾーンに集めることができて、まあ、本当に後半からは自分の良さが出たかなと思います。まあ、初めてこういう大舞台で投げたのでとても緊張したんですけど、まあ、なんか三振とか取るたびに歓声がすごかったので、また投げたいなと思いました。今日は試合に勝つことができなかったんですけど、次もし、まあ、投げる時があれば、絶対に勝ってリピッチができるように頑張ります。